はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、ドラゴンクエスト3ライブをね、見ていただいた方、まあお分かりの通り、まあゾーマはね、結構ね楽に倒したんですが、まあこんなレベルでね、神竜に挑んだら、はい、コテンパンにやられたので、ちょっとレベル上げて神竜をね、がっつり倒していきたいと思います。まあそのためにね、ちょっと賢者の石もまあ手に入れないといけないので、ルザミの町なのね。いたいた。っていうか、あんまりここ用事がなくてなかなか来ないよな。忘れててましたよ。こってり忘れてました。別にここに来なくてもまあクリアはできるのでね、いけるよね普通にね。まあということで、賢者の石2個目を手に入れてから、まああとはちょっとはぐれメタルでね、がっつりレベル上げをねしていきたいと思います。まあやっぱりはぐれメタルといえばここリムルダールがね、一番出現率がねいいでしょう。なので、まあこっからちょっとね、頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということでレベル上げそこそこ頑張りました。はい、ドン。まあ平均的にレベル5以上は上がってると思うので、まあこれでいけるかな。で、途中で気づいたんだけど、銀軸の性格がね、切れ者だったんだよね。切れ者だったかな、頭脳明晰かな。なので途中で、はい、パワーベルトを装備させてて、ヒットポイントはね、最初もう200なかったのよね。で、上がりも悪かったので、ちょっと調べてヒットポイントが上がる性格どれと思ったら、まあタフガイだったので、まあ急遽ね、装備させてヒットポイント261まで、やっと上げれました。まあっていうか、このゲームレベルというよりね、性格で上がるステータスだよね。もうとにかくレベルが低くてもステータスが高いっていうね、状況を作ればいいと思ったので、まあとにかくヒットポイントだよね、ヒットポイント。うん。まあなので、なんとかここまでレベル上げてヒットポイントも上げました。ちょっと銀軸のヒットポイントがね、かんばしくないんですけど、まあ神竜戦どのサイトを見ても、基本的にレベル55、推奨レベル55って書いてあったんだよね。まあただ、ただですよ。まあ先ほども言った通り、このゲームステータスなので、まあ、レベル55の、その基本的なそのレベル55のステータスがどれぐらいかちょっとわかんないんだけど、まあこれでいけるんじゃないかと思い、あと作戦を変えました。賢者の攻撃を主に、使って攻撃します。まあ、メラゾーマをね。まあ、っていうのは、まあ、いてつく波動をね、まあ、ゾーマほどではないほど、まあ、使ってくるんですよね。ゾーマほどではないほど。なので、まあ、バイクとかね、ちょっと、かけ直しするのもね、辛いので、武道家と勇者に賢者の石を持たして、まあ、賢者の石を持たした勇者と武道家で回復させて、メラゾーマで攻撃。で、手が空いたら勇者もね、ギガデイでね、できれば、まあ、攻撃できたなと思って、たんだけど、そんな余裕はないのかな多分。まあ、ちょっとね、一回それで頑張っていきたいと思います。まああんまりレベル上げすぎてもね、簡単すぎてもね、見てる人もね、当たり前じゃん、こんなレベルで倒すの当たり前じゃんっていうような、まあステータスレベルで行きたくはないので、これで、ね、なんとかちょっとね、ギリギリチョップなんではないんじゃないでしょうか。うん、はい、ということで神竜戦までね来たわけなんですが、早速ねやっていきたいと思います。まあ、今回の作戦通り、まあ、賢者の石を武道家に渡して、さ、賢者の石も勇者に渡す。この2つのね、賢者の石がないとちょっとしんどいよね。さあ、 OK、 装備は OK、 いきます。来たね。まずもう賢者の石で回復、いや一旦ぐらい遊ぼうかなと思ったけど、まあ
いいよね。で、最初はちょっとバフをかけたいから、ピオリムとフバンハぐらいはちょっとやりたいな。早いなこいつスピード。ラッキー、一回攻撃ってラッキーだね。とにかくこいつの気をつけたい攻撃がのしかかりだよね。なのでちょっとのしかかりを食らうと相当痛手を負うので、あとはもうメラゾーマで攻撃気をつけないと、まあ、気をつけるとあったら、まあ、これはこればっかりは運だからね。メラゾーマ作戦うまくいくんでしょうか。こいつのヒットポイントが確か7400かな、7400なので、うーわ来た。さあやっぱりな、これが辛い。あっぷな。で次ちょっと早めに頼むで、回復を早くしてほしい。よし、とりあえず助かった。よしナイス。あーやっぱりケンジ君が回復してくれなかったね。ケンジが回復、おラッキーラッキー思ってケンジの石に来い。メラゾーマ作戦、勇者ができれば攻撃をしてくれればギガデインかなんかで、ね、200ぐらいはダメージ与えれるから、勇者をいかにフリーにできるかどうかだよね。さあ小声の吹雪はラッキーターン、ラッキーだぜ。これで勇者は攻撃できるよね。なのでギガデインで攻撃をしてできればダメージを与えたい。てかピオリムで動画これ以上上がらないって素早さ相当高いね。シーンっていうの素早さね。さあ間に合った。おお気が強っ。灼熱もめちゃ食らうね。できればメラゾーマ使うしかない。回復は本当に勇者と武道家で任せよう。ラッキーラッキー、一回攻撃ラッキー。さあただ NP がな、 NP が足りるかどうかなんだよな。さあ剣の神監督が完全回復してないからな、高吉が。そういう場合は、エンジェルシス買ったほうがいいよね。ダメージ乱数ですからね、168と195じゃ結構違うからね。この乱数強っ。これはちょっと迷わずベホ。ベホまず60に使うんだ。もう勇者に攻撃で、これまあベホマ使った方がいいよな。うわー頼む、ラッキー一回攻撃、ほんとラッキー。薬賢者の石を2回使ってメラゾーマからの、まあ、メラゾーマだね。やっぱりゾーマほど、いてつくほどガンガン使ってこないのね。バグ、バイキュートかけて、攻撃もさせてもいいと思うけどな。ラッキー、こういうルフ、ラッキー。まあ、これで一旦攻撃はできそうな気がする。賢者の石、ギガデイン。ギガデイン 30! 結構消費するな、NP!ケンジャルシ、よし完成回復。うんラッキー、ここから吹雪ラッキー。ドラクエ10と違ってね、ドラクエ3って一度かけたバグっていうのは永久に作ったらね、すごいいいよね。でメラゾーマと、うわ早い、よかった。鉄カードでまあよくはないけど、まあまあのしかかりよりはマシでしょう。助かった。うんで、まあ、賢者の石は変わんないんだよな、やることは。だってピオリムグバーハは絶対1回は入れときたいな。
よし、一回攻撃ラッキー。よし、これでグレス系の攻撃は大丈夫。で、一応賢者の石使って王者の剣の方がいいかな。 NP 使わない方がね。で、片方はちょっと祈りの指輪でこれ回復させとこう。王者の剣のバギー、うわー来た、強制水に。うわー崩れ去った。えげつないな、ほんとにこれはきついよ。ザメハね、ドラクエ10だとね、ツッコミっていう技でね、眠った仲間を生き返らすっていうか起こすことができるからね、そういうね特技があればいいんだけどな。いかんせんザメハしかないっていうのがね、ちょっときついね。さあちょっと先制攻撃してくれよ、頼むよ武道家。これ先制攻撃しないときついぞ。目立つもんな。ぼや、武道家が眠った。わあ完全回復してない、ちょっとしんどいな。一回ちょっとベホマラーで回復しといたがよくて、でザメハだよね。よいしょ、来た。よし、ラッキー、これで完全回復した。ラッキー、これで祈りの指輪も使える。賢者の石の王者の剣の祈りの指輪を使って、でこれ祈りの実はもうなくなっちゃったからな、1個決めなかったこれで。デスクワードはラッキーターンと思うべきなんだでしょうか。うまくいってるのか、うまくいってんのか。で、いやー使った方がいいのかな、フバハぐらい使った方がいいよね。よしよしよし、まあ、ピオリもない状態でも先制を止めるからピオリも無理と使う。うーわ、やっぱフバハぐらい使った方がいいよな。うん、これで先制されたらちょっときついぞ。行くしかない、賢者の石、賢者の石、これはメラゾーマ行くしかないのかな。防御したらいいのかな。ナイス、うーん防御なめちゃった。メラゾーマ作戦は合ってるかもしれないね。賢者の石のこの子がメラゾーマ、そう、賢者女がメラゾーマ でザメハだよな、賢者女。まあまあまあラッキーターンか。賢者の石の王者の剣のこれはメラゾーマのフバハだな。フバハ、うわのしかかり、あっぷねー。さあフバハ一旦これで大丈夫、できれば優勝は攻撃していきたい、暇があれば。メラゾーマからのさあちょっと祈りの指輪使おうか、はあ、祈りの指輪がないんですけど何か。嘘、終わった、これ決めなかんぞ絶対に。この仕掛かりが痛い、うーわして、そんでもってメラゾーマ、うーんラッキーターン、ラッキーターンだね。さあちょっと賢者がやばいぜ。鉄火波動をやられたよね賢者、ちょっと攻撃してった方がよくて勇者も。
てフバッハだよね。フバッハ。ザメハボンの NP は残しときたいんだよな。なんつったってアーヤが寝ちゃったら回復しきれんもんね。でもって、いや、井上がいくかな、これかー、きっつ、これうーわ、早い攻撃。ベギラマっていうのが、ベギラマっていうのがちょっときっついぞ。サメラゾーン、まあ防御しとこうかな。正直しんどいよな。いやー、一括調整使うか。カーブね。銃ってことはザオリクすら使えないもんね。これ戦闘中アイテム渡したらいいんだけど、渡せるでしょうね。ほら、ちょっと祈り指輪、俺の指輪を使えよみたいなね。戦闘中渡せるでしょう。そこら辺をちょっとね、やってほしいな。うわっ、あっぶな。さあ、ちょっとこれやり直しは効かないぞ。祈り指輪がないから。ヒットポイントは確か7400だよね。じゃあ王者の剣からのメラゾーマのイカズチ先生で回復してしまうとちょっときついな。で、次先生攻撃されたら相当つらいで。ああ、賢者の血やっとけよかった。あ、やっ、最強の伝説いただきました。何ターン ?28 ターン。初見で倒したのはいいでしょう。初見じゃないか。久しぶりにここから楽しませてもらったぞ。いいだろう、その他の願いを一つは叶えてやろう。さあ、願うがよい。オルテガでもまあ、エッチな本がいいでしょう。エッチな本を読みたいと思いますか。その後も隅に置けるな。いいだろう、私がこれまで大事にしていたとっておきのエッチな本を授けよう。ありがとうございます。エッチな本を受け取った。そうか、今回ガーターベルトでしか性格が変えれないんだよね。本がなかなかないので、はい、エッチな本ね、銀次君に読まして、はい、銀次くんね、はい、銀次。さあ、性格変わったよね。すばしっこい、あ、そうかそうか、すばしっこいは装備変わってるからあれなんだな。装備しない。で、これで、はい、むっつりスケベになりました。ありがとうございます。さあ、むっつりスケベだとね、ステータスが上がるのはね、いいよね。これでパワーベルト装備しなくてもいいね。うん、はい、ということでね、ドラゴンクエスト3、神竜戦、裏ボスまでね、クリアしました。もうね、長い時間ね、見ていただいて、ありがとうございました。また見てね。バイバイ。